7号型魚雷艇は海上自衛隊が運用していた魚雷艇の艦級。昭和29年度計画で2隻が建造され、1970年代まで運用されていた。海上自衛隊では国産艦艇建造再開初年度にあたる昭和28年度より、平和託船艇の計画名の下で魚雷艇の整備に着手していた。同年度計画では60トン級魚雷艇6隻の 建造が認可され、木製艇として1号型、軽合金艇として3号型、構成艇として5号型が2隻ずつ建造された。運用実績の比較により、選出としては軽合金が最善と判断されたが、いずれも線形過小であり、また高速高校時のソナードームの増破抵抗が大きいなど設計上の問題が指摘されていた。このことから、 翌昭和29年度計画において3号型を元にこれらの是正を図った拡大型として設計されたのが本型である。設計面では3号型の拡大型であり大きな変更はないが当時世界最大のアルミ合金艇であった。また指揮官としては3号型が三菱イブ 20ZC1520 20型 V 型20 気筒ディーゼルエンジン2機で2軸を駆動していたものを同機種3機で3軸を駆動する方式としており、もともと実用化直後の指揮官で初期不良が多かった上に気筒数が多いこともあって整備には手間がかかったとされている。しかしこれにより3号型では計画速力31ノットであったにもかかわらず、海上高見でも28ノットまでしか発揮できなかったのに対して、 本型の大焼け身では、計画速力を若干上回る速力が記録された。また、1968年には、次年度計画の11号型で、コダグ手機の搭載が予定されていたことを受けて、7号の中央機を IM300 がスタービムエンジンに換装して、1969年まで運用試験が行われた。装備面でも、おおむね3号型が踏襲されたが、 魚雷発射カントマーク 340mm 単装機銃の装備数は倍増した。またソナー道具もキャビテーションが発生しにくい形状に改められた。二隻ともに第二魚雷停隊に配属され、同船室の3号型と行動を共にすることになった。胴体は当初横須賀地方隊の横須賀基地警防隊の励下にあったが、1961年9月1日に、 クレ地方隊に1972年3月31日には、さらにマイズル地方隊に編成前となった。なお魚雷艇7号は、上記の通り、一時期がスタービン式の実験艇として改装されていたこともあり、海事魚雷艇では、最も早く運用を終了することとなった。ありがとうございます。